はい、お待たせしました。続いてのゲームは、ザ・メッセンジャーになります。こちら解説の方いらっしゃいます、テリヤキチキンさんとサーカスさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介、じゃあ私から言いますね。私は、このゲーム一応RTA を走ったことが、記録を詰めるまではやってないので、スピードランドットコムに申請をしたいんですが、8ビットのアウトオブバウンスというカテゴリーを一度通って走ったことがあって、今回解説のために一応、リニアのアウトオブバウンスというカテゴリーも一応通して走ってはみました。という感じで、今回 RTA 関連のテクニックを中心に解説として、させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私はですね、ただこのメッセンジャーがザメッセンジャーが好きで、解説がずっといなかったのでよくわからないゲームだなと思われるとちょっと嫌だったので応募しました。少しでも興味を持っていただけたら幸いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこのザメッセンジャーというゲームの紹介の方もお願いしてよろしいでしょうか。はい。ですね。ザ・メッセンジャーは、2018年にカナダのスタジオ、サボタージュが第一作目として開発し、デボルバーデジタル仲介のもと、PC、PS4、Xbox One、Switch 向けに発売されたゲームなんですけど、その子供の頃に遊んだゲームジャンルの決定版を作ることを使命としていまして、忍者竜拳伝にインスパイアされながら、洗練されたアクションやユーモアに溢れたキャラクターたちや薬になる BGM チップチューンが魅力的なゲームです。そして、発売前には、ゲーム見本市イベントのビットサミットに忍者竜拳伝のディレクター、吉沢秀夫さんとサウンドクリエイターを務めた 山岸健二さんが、忍者竜拳伝に溢れた愛があると引き付け参加した際、ザ・メッセンジャーの開発者に顔バレしてしまい、そこから交流を持つことになり、お二人がこのゲームを遊びつつコメントをするような動画を撮ったり、そのザ・メッセンジャーをイメージした楽曲の提供もしていただきました。その二つは YouTube に上がっているので、よろしければ検索してみてください。はい、あらすじとかも、いっちゃいますかね、このまま。あ、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、でこのゲームのあらすじはですね、世界が魔王軍によって襲われて人類のほとんどが壊滅してしまった中、生き残った人々が再び魔王軍が襲来するときに西の英雄が現れ救ってくれるという予言を信じ、その時まで耐え忍ぶ忍者として暮らしている世界になります。でそんな中で一人修行に飽きた忍者が予言を覚えるのも嫌になってきて、サボり気味の中、世界を旅することを見ています。でそこでたまたまその授業に顔を出そうと思ったら、魔王軍がお連れかかってきて、そこへ予言通り西の英雄が現れ、唯一無傷だったその主人公忍者に巻物を届けるための使者として任命するところから物語が始まります。多分あらすじはオープニングでプロローグとして流れるんですけど、カットされちゃうので、はい、今のうちに話しておきました。レギュレーションのカテゴリーとかはテリヤキさん言いますか。あ、はい、しゃべりますね。カテゴリーなんですけど、ザ・メッセンジャーというゲームは前半はステージクリア型、後半はメトロイドバニア型、自由にステージを選んで探索する順番を選べるっていう感じのゲームになっているんですけれども、最も人気のあるカテゴリーはその前半の途中で、このゲームのグラフィックが8ビットから16ビットに変わるという部分があるんですけれども、その部分の8ビットの間の部分だけタイム計測するという8ビットというカテゴリーが最も人気です。で、今回走られるのはその次に人気のあるカテゴリーのリニアと呼ばれる、先ほど説明した前半部分、メトロイドバニア部分ではなく、ステージクリア型の部分だけ
の攻略時間を計測するカテゴリーがリニアと呼ばれるんですけど、そのリニアのカテゴリーとなります、ね、で、後半のメトロイドバニアの部分も攻略し、ラスボスを撃破までの時間を計測するのが 2%。 さらに、収集アイテムなども全て集める 100%。 で、2019年の7月にピクニックパニックというダウンロードコンテンツが無料で追加されたんですけれども、そのダウンロードコンテンツ部分だけの、カテゴリーもあります。はい、まあ他にもいろいろあります、ね、今紹介したそのカテゴリーの中でさらに壁抜けが許されているかどうかでアウトオブバウンスとノーアウトオブバウンスに分かれておりまして、で今回はそのゲームの前半の全てを攻略して壁抜けをしないリニアのノーアウトオブバウンスというカテゴリーになっています。でさらに一応言っておくと、ニューゲームの他にニューゲームプラスという、まあ、アイテムなんかを持ち越せるニューゲームプラスのモードがあるんですけれども、一応速攻でもカテゴリーは分かれていますが、ニューゲームプラスの人口はあまり多くはないですね。ちなみに、今言った8ビットの16ビットの演出があるみたいな話、ネタバレじゃないかって思われるかもしれないですけど、Steam とかにある、プロモーションムービーにその部分が映っていて、このゲーム結構、メタ演出が多いんですけれども、会話の中で、お前、ゲームの PV 見てないだろうみたいな、ここで終わりと思っていたんだったら、このゲームの PV 見てないだろうみたいな感じのツッコミを、劇中というか、作中のキャラクターに言われるシーンなんかもあるので、ここまではネタバレではないです。そうですね。まあ、許容されているネタバレとでも言いましょうか。はい、公式サイトにも、8と16で、こうやって変わるよっていうスライドをさせて遊べるところがあります。なので、ここまでネタバレではないですが、この、RTA、一応、ある程度ネタバレはあると思いますので、まあ、メタネタとかを扱っている以上、そういう部分が楽しめなくなるという方は、少し見ない方がいいかもしれないですが、まあ、基本的に見ても大丈夫だと思います。はい。紹介する奏者の方についても一応先に説明しておきますね。はい、お願いします。奏者の方は VLACSR さんという方で、この方は1月9日、昨日ですね。昨日の午前1時半にスーパーマリオランド3、ワリオランド、スーパーマリオランド3、ワリオランドを走られた方ですね。スーパーマリオランド3、ワリオランドはもちろんジャパニーズストリームで解説、高等部さんという方がいらっしゃってくださったんですけど、まあ、ジャパニーズ RTA in Japan では、このゲームを走られる予定だったんですけど、ワリオさんに出番を取られてしまったという方ですね。後頭部さん曰く、Twitter もチェックしているけれども、RTA の話は一切せずにイラストを上げ続けているというふうに評されていたので、まあ、気になる方は VLACSR さんの Twitter もチェックしてみてください。で、VLACSR さんは今回のリニアのノーアウトオブバウンスニューゲームというカテゴリーでは世界2位の39分35秒の記録保持者で、世界1位の39分19秒とは16秒差ですね。今日 VLACSR さんのツイッターも貼っておきます。ま、このゲームの、まあ、事前に説明しておくべき RTA 的な話はこの程度ですかね。一応言語による差もありまして、このゲームは中国語が最速なんですけれども、まあ、タイムにかなり大きい影響を与えるというわけではないので、イベントなので英語でやられるかもしれないです。ちょっとここは見てみないとわからないですね。なんか2フレームぐらいしか変わらないって、なんか1テキストボックスあたりかはわからないですけど、 それぐらいしか変わらないらしいんで、そんなに、まあ、気持ちですよね、うん。ゲーム、テキストステップスキップ機能がありまして、まあ、テキストスキップがありえんぐらいぐらい早いので、ほとんど言語差は生まれないんですけど、一応生まれるらしいですね。本当に、ムービーで検証しても、その、一つの会話シーンだけでは、差が生まれているかどうかわからないぐらいの差しか生まれないです。まあ、その分、内容を詰め込めるっていうのが、いい感じですけど、いい塩梅でバランス取ってますけど。そうですね。あ、そうです。この方、ホンジュラスの方ですね。ホンジュラスは、アメリカの南ですね。カリブ海の西側にある、アメリカ、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸をつないでいる半島のある、なんでしょう、近くの国といえば、
北側にキューバがあって、南側にニカラグアとかですかね、多分がある国ですね。この人を知って初めてこのその国名知りましたよ、私。ホンジュラス。ホンジュラス。なんかアイコンもスピードランドットコムのアイコンもホンジュラスっぽくて、なんか知らないのにホンジュラスっぽいなって思っちゃいましたよ。なんか石像みたいなやつ。モアイ像じゃないですけど。これ何かのゲームのあれだと思うんですけど、何なんでしょうね。あ、多分これ、あの、ワリオランドの登場するあれだと思いますけどね。多分それっぽいですね。ワリオ好きですからね。ちなみに、あの、コメント欄に何度か出てきているんですけれども、あの、開発のサボタージュスタジオが1年後の2022年に発売予定の新作ですね。スーパーファミコンの RPG というか、まあ、クロノトリガーが好きと露骨に何度も発表しているだけあって、クロノトリガーへのリスペクトを全然隠していない RPG、シー・オブ・スターズという、ファミコン、スーパーファミコン時代の RPG をリスペクトした、シー・オブ・スターズというゲームが発売されますので、現在、キックスターターで出資できる期間は終わってしまったんですけれども、あの、事前予約、絶賛受付中で、事前予約してくれると助かるっていうふうに、あの、サボタージュスタジオでも言われているので、気になる方は、ぜひ、シー・オブ・スターズ、今から URL 貼るので、シー・オブ・スターズのページも見に行ってみて、ちょっと気になった方は、日本語も用意するということが発表されているので、そうですね、Steam のページも貼ってくださっておりますが、シー・オブ・スターズの方もチェックしてみてください。楽曲もクロノトリガーの人が。そうなんですよね。キックスターターのゴールがめちゃくちゃ上回って達成しているので、あの、クロノトリガーの作曲者である道田康則さんが、一部の曲を作ることも発表されています。It's weird. I watch people do it all the time, but for me, again, I'm nervous. It's just a totally different feeling. そう、楽曲に関わってくるんですよ。すごいですよね。I don't know, Keys, why? じゃあ、ザ・メッセンジャーって、あ、いいですよ。あ、どうぞどうぞ。あ、すみません。じゃあ、ザ・メッセンジャーは、忍者龍拳伝オマージュっていうことを言ってませんですけど、このゲームの完成度を見れば、じゃあ、クロノトリガーをリスペクトしているシー・オブ・スターズもどれぐらいの完成度になるかっていうのが分かると思うので、まあ、シー・オブ・スターズの方も、このゲームを通して、どんなゲームになるのかなっていうのを注目することができると思います。グラフィックからしてもいいですからね。そうなんですよ。なんか、ピクセルドットなんだけど、この光に光源を立体的に当てるなんか技術とか使うらしくて、すごいらしいです。よくわかる。謎の技術に。あの、その、キックスターターでバッカーになっている方は、あの、デモ体験版が披露できるんですけど、その体験版ですでに RTA、サボタージュスタジオの RTA を行っているディスコードがあるんですけど、そこでは、その、体験版の RTA とかも結構、すごい、というか、もう盛り上がってますよね。もう盛り上がってるんですよね。早すぎる。スタジオ RTA フォロワーなかなかの人数だと。このゲーム、先ほど言ってなかったんですけど、あの、8ビットのノーアウト・オブ・バウンスのニューゲームのカテゴリーは、なんと、その方が、何人でしたっけ、312人、すでにいる、すごい人気のゲームなので、メッセンジャーは、この人気っぷりのあまり、結構、あの、スピードゲームというチャンネルはよく、その、いろんなスピードランドレースとかをお伺いしてるんですけれども、当時のタイトル、レースが行われているタイトルの中でも結構常連というか、頻繁にレースが行われているようなタイトルでもあります。なので、ザ・メッセンジャーの今回、これから、あの、見るノーアウト・オブ・バーンス、見て気になった方なんかは、まあ、スピードランド・ドット・コムを見に行くのもいいですけど、スピードゲーミングなんかの、レースを見てみても面白いかもしれないですね。8ビットのアウトオブバウンスのレースは特に多く行われていることがあるので、まあ、その辺も含めて解説できたらなと思います。まあ、RPA じゃなくてもやってほしいんですけどね、全然。そうですね。本当に普通にプレイしてもかなり面白いゲームです。はい。はい、むしろその RTA で飛ばしちゃうテキスト部分を読むようなゲームでもあるので、そこら辺も、まあ、どっちをやっても面白いってことですね。
そうなんですよ。今、Steam だったら、本編が半額 50% オフ、サウンドラセットが 60% オフで、いつも1000いくらと1500いくらなので、もう気になったら今が買い時です。11日までなので、お願いします。もう最後に言おうと思ったのに。22時間で。ちょっとインタビューとかもあって。時間が余ってしまったので。このメッセンジャーも、この私も照明さんも、一番最初は、アマゾンの、ツイッチプライムのアマゾンプライムの特典で、無料でもらってるんですけど、それも発売5ヶ月後とかで、ちょっと意味わからないですよね。まあ、デボルバーはすぐ安売りする癖があるので。でもこんないいやつ無料で配っていいのかって思いましたもん、見たとき。そうなんですよね。はい、日本のやつも手数料が多いという話がありましたが、架け橋ゲームズさんという、まあ、デボルバーディジタルのパブリッシャーされているゲームを中心に、まあ、中心ではないかもしれないですけどね、多く開発、日本語翻訳されている実績のある翻訳会社が翻訳担当されていて、かなりしっかり翻訳されているんですよね。はい、もうすごいスムーズで流暢な日本語を、はい、話しますね。あ、来るかな。あ、はい、来ましたね。中国語決定をした瞬間からがタイムアスタートです、ね。メンフェン、the legendary bamboo boy, a runner of the messenger. We are very excited to see our friend Black go very fast and see his practice pay off. Hey guys, 中国語の方が早く進んじゃうので、進むので、進められるので、ぜひから始まります。Pretty amazing this game, guys.So, I think, well, we are ready. Yeah, I'm ready. So, any of you guys, start the countdown, okay? All right, we are starting in 7, 6, 5, 4, 7からカウントなんだ。2, 1. Good luck, have fun. Good luck. Good luck. All right, so opening up into the Ninja Village. And we're going to jump out and decide. Today we might as well attend history class. この真ん中にいるのが主人公の忍者ですね。最も重要なテクニックかもしれないんですけど、ジャンプボタンと、コントローラーでいうと R2 ボタンとバツボタンが、バツボタンがジャンプボタンで、R2 ボタンは後半に登場する早手の旅というアイテムをアクティブにするボタンなんですけど、同時押しでメッセージスキップができます。マウントの術を、そうですね、はい、教えてくれ。マウントの術、英語版ではクラウドステップという技なんですが、こちらも RT 的に重要なテクニックになります。今日が魔物を襲ってきたところですね。さっきあらすじで言って。主人公以外はみんな死んでしまうと。この右側にいる大きいやつ、頭が4つあるやつが悪魔王ですね。これ西の英雄が今来ました。西から西の英雄が来て、救ってくれるんですね。でこの今現れた、あ、一瞬で消えましたけど、バラマセーズルっていう悪魔王の手下ですね。今西の英雄から巻物を受け取って、氷河山の頂上にいる三賢者まで届けてくれと、とりあえず何でもいいから届けてくれと頼まれました。ここ日本語版で訳がかっこよくて、闇夜の闇夜、唯一の守りとしとか言われて、夜になるっていう演出の後に次のステージに行くんですよ。でここらが、最初のステージを忍者の村を一面として、ここ二面の紅葉の丘ですね。常に夜で満月と紅葉が綺麗な森のステージとなっています。そうですね。コメント欄にもありますが、まず、名前の方なんですけれども、名前を作中で一度も呼ばれることがないので、この左上に
名前が表示されていると思うんですけど、左下にしか表示されないので、名前はタイムに変化しました。そして今、右側に寄ってから表示されたんですけど、コメント欄でもありますが、球を消すストライクオブザ忍者という、相手の球を消すことができて、相手の球を消しても、先ほど言った幻想の術、攻撃をすることによって、空中ジャンプが追加できるようになる、そういう技があるんですけれども、そちらが使えるようになるという技を使いました。これが非常に重要で、これから先、この敵の球を切ることによって空中、追加の空中ジャンプをするというシーンが何度もできます。この技を買うために、40時のかけら、この黄色いかけら、通貨のようなものなんですけど、これ、時のかけらっていう名前なんですけど、のかけらを得るようにしています。ちょっと体力が減ってご利用しできなくなってますね。そしてこの画面左上、名前の下にある緑色のバーが体力で、敵の攻撃からは1ダメージ、トゲは3ダメージがあります。なので、はい、体力が3以下の時は、トゲに当たりながら食らいつけということはできません。水中ステージになると BGM がちゃんと水の中に行ってきみたいにこもるので、ちょっとジャパニーズストリームだと聞こえづらいと思うんですけど、ゲームをやったり本家見たりと聞いてみてください。 BGM もいいので。鳥肌ちゃった。この BGM なんですけど、 YouTube で The Messenger OST とかって調べれば、あの本編の曲は全曲作家の方が上げてくれているので、曲だけでも気になるって人はそっちを聴いてみてください。この緑色とか青いのとか赤い甲羅をかぶった、この緑のやつとかいると思うんですけど、これカッパらしいですね。角と甲羅があるけど。カッパって名前ですね。はい。青いカッパはブルーカッパなんですけど、この赤色の炎の弾を飛ばしているカッパだけ、レンジドカッパという、遠距離攻撃をしてくるカッパみたいな名前で、なんか、命名機とかよくわからないという。ですね。今現在、このように、うまく進んでいるんですけれども、この、基本的に最初のステージでは、敵の弾を切る、もしくは、オブジェクトを切ることによって、空中ジャンプをする。他に、このグリーンカッパは、唯一この中では体力が3ある敵なんですけれども、この敵を切ることによって、若干のノックバックが発生します。この若干のノックバックで加速するということも行っています。そういうことだったんですね。たまり切ってる、そうですね。なので相手の進行方法を前側に回り込んで後ろから相手を引き付けているシーンでは今やりましたね。ノックバックで加速、じゃ本当に若干なんですけど加速ができます。この1回の切りで一瞬反対側に入力すると、その前後両方に切りが入れられるので、それでですよね。次が落ち葉の冒険ですね。ここで落ち葉の化け物です。前に2つアップデートを買います。特にエナジーシリピンという火を使って尻尾を投げられる技を買っておきます。このユーズモンスターという冒険なんですけども、こちら一発投げるとノックバックしてから自分がまた枯れ葉のルーメンのようにだけ切るんですけれども、その間にしかダメージが通りません。なので一発殴って、距離を詰めてからしゃがんで殴り、相手攻撃を避けつつ、しゃがみながら殴り、立ちながら攻撃ボタンを連続して、最速でダメージを出すことができるので、これらを行うことによって、ワンサイクルでのリスクになります。これは、めちゃくちゃ簡単です。相手のブーメランがしゃがんでいればよくないので、相手が殴って距離を詰めた後、しゃがみながら殴ることさえできるようになります。次が絶望の寺院っていうステージなんですけども、橋が壊れていて渡れないのでそのまま落ちて、次連続で地下墓地というステージに入りますね。でここに来てフォビキンという謎の生物がいるんですけど、こちらのシッコアという死が怖い周囲がうつくまっていたところを助けてあげて進みますね。このステージ、アウトオブバウンス、確認性が高いというカテゴリーでは、すべてをスキップしていきます。なので、今回、この地下墓地が有利なのは、ノーアウトオブバウンスというカテゴリーだけなので、この点も注目して見るといいと思います。で、今現れたのは、ネクロマンサー
というやつで、まあ、骸骨とかを召喚して邪魔をしてくるやつなんですけども、このステージのボスとなっております。相手が現れたシーンでは強制戦闘で、その場にいる敵を全て倒さないと次のマップに進めません。ちなみに、壁抜けをした場合は全てボス戦も含めて全てスキップしてしまうので、この辺も一切見ないです。そうですね、悲しいことになります。まあ、早くはあるんですけど。Moving on right on these platforms, the longer you ride on those platforms, the more of their momentum going the same direction you get. ここでは、水中で加速度が得るのが落ちることがゆっくりなので、若干左側で待っておくとより速く進めます。なんかでも足場が進むよりも早くジャンプしておいて、敵を引っ掛けクラウドステップで空中ジャンプをして進むといったような、まあ、細かなタイム短縮を行っていきます。ですがこのマップでは結構大幅な RT 型もあって、この次のマップですね、この次のマップは先ほどの強制戦闘があるのですが、強制戦闘をスキップします。上に戻ってこの緑色のカッパを倒してしまいましたね。これ素晴らしいです。ここの下の地面に着地してしまう、強制戦闘が始まってしまうんですけれども、先ほどの上のマップでグリーンカッパを殴っておいて、運動の実空中ジャンプをできる状態にしておいて下のマップにスクロールし、ポーズバッファーで、まあ、結構シビアなタイミングが要求されているのでポーズバッファーをカッティングですけれども、ポーズバッファーで正確な場所とタイミングでジャンプをすることによって地面に着地することなく足場に乗ることによって強制戦闘を回避しました。まあ、連続運動の術もお手のものですね。もうここまで説明できてなかったんですけれども、このキャンドルのようなものだったり、トーチンのようなものは何度でも殴れるんですけれども、そういう何度でも殴れるものに関してはジャンプしながらではなく、クラウドステップでジャンプしながら、ジャンプ時にもう一度気をつけることによって追加のジャンプを得られるダブルクラウドステップという技を使って、さらに高く一歩までジャンプしていったりします。そしてこのラクスピアの戦なんですけれども、開幕左の壁に移動し、相手の空中攻撃を誘発したかったんですけれども、まあ、引きができませんでした。この場合はしょうがないので普通に破ります。相手が上に移動して光の球を放つ、この攻撃ですね、この攻撃をしてくれると最速だったんですけれども、してくれませんでした。でももう倒しましたね、引けたので。このラクスティンはさっき言ったようにネクロマンサーで召喚した骸骨や敵たちで世界征服を企んでいたんですけども、倒されて心折れて諦めることにしたようです。でここを抜けると次、竹の渓流というステージになりますね。ここはこの破壊された世界の中で唯一光が当たっているステージのようで、結構綺麗な見た目になっています。でここの曲が一番多分プレイヤー感の中では人気だと思うんですけど、まあそうでなくても、開発人による替え歌というか歌詞が付けられていて、で、リニアのノーブカテゴリーの1位の方の動画ではそれを歌ってくれてるんですが、この内容が中国料理、美味しい中国料理、好き中国料理ちょうだいっていう歌で、日本の忍者流剣伝をリスペクトしておきながら、なんで中国料理はないなって思いながら、ちょっと、なんて言えない気持ちになりますね。この謎の槍兵は適当にかわすことができます。まあ、攻撃をすると、避けモーションというか回避を取るので、そこをすり抜ければいけますね。横ノーブなんですけど、上を通ったのは一応セーフ、グレーゾーンのセーフなんですかね。そうですね、この次のアップ、なかなかテクニカルなことをします。
右上のブルーカッパの投擲物のタイミングでジャンプをしながら、この今画面に映ったグリーンカッパを殴って、このように右側のブルーカッパの投擲物でさらに追加の空中ジャンプを行い、ポーズバッファで適切なタイミングを見極めて最後の空中ジャンプを決めます。画面外の敵の攻撃を当ててますからね。結構足場が不安定で、そうですね、はい、足場が不安定でこのステージから死ぬ人も多いと思うんですけれども、まあ、RT 的にはそこで見せることはまあほぼほぼないんですけれども、このアウトバウンスが許されているカテゴリーでは、あの細かい壁抜けによってタイム短縮ができるし、場所が結構何種類かあるんですけれども、まあ、壁抜けそこまで簡単な技ではないので、レースなんかでは壁抜けをするかしないかで結構盛り上がったりするステージでもありますね。かなりリスキーなタクをやるかやらないかが迫られるというメンタル力が求められるステージでもあります。そしてここ最初のショップ到着時に、まあ、ハンプ、英語ではウィングスーツと呼ばれる空中で滑空できるアイテムがもらえ、アップグレードでは、125円の水中で出してできるアップグレードと、空中時で攻撃方向に、今やってますけど、この回転しながら下方向に攻撃ができるという、エアロバティックウォーリアーというアップグレードを購入しました。この滑空時の、滑空時にあの下の敵に攻撃を当てると、上に浮き上がるので、今までの、あのクラウドステップよりもさらに高いところに行くことができるようになりました。もちろん、あのふわりと、落ちていくので横への空中での移動距離も伸びました。この今いるステージ、おたけび道っていうステージなんですけど、もともとはこのエメラルドを掘って生活する種族が住んでいたらしいんですけど、もう絶滅したっていうかほとんどいなくなってしまったようですね。この緑色だったり背景に映ってるのはエメラルドですね。今歯車でくらい抜きを行っているのが3位以下になってしまったので、3位以下ですと、まあ、トゲとか歯車ではくらい抜きは行えなくなります。この初見だとこの岩投げてるやつの岩が不規則というか合わせにくくてめんどくさいんですよね。そうですね、この次のマップですかね。下に水があるんですけれども、先ほどアップグレードでこの水中でダッシュできるというアップグレードを買いましたが、この水中でのダッシュを行いながら非常に出ること、水中に出ることによって加速度が減らないまま移動できるので、まあこの空中ダッシュで水中ダッシュでそのまま飛び出してできる限り地面とか壁に接触しないようにするという技も、まあ、RTA では定番のものになります。見た目がかっこいいのでいいと思います。ここは壊れる壁があるので壁を壊してショートカットしていきます。なるべく時のかけらも集めながらですかね。そうですね、できる限り時のかけらは集めていきたいですね。次は火山まではもうストップによらないんですけれども、でエメラルドゴーレム戦ですね。ボスのエメラルドゴーレム戦では先ほどアップグレードで空中で避難時にジャンプボタンを押すと翻るアップグレードも買ったことを説明してなかったですね。買ったのでそれを使って食らい抜けします。そして中央のコアを7発殴って8発目を手裏剣で攻撃することによってすぐに上に上がって攻撃することができるので、これを2度繰り返します。これを2度繰り返すと、まあ本来ならば2回では間に合わないこの上の攻撃を2サイクルで1段階目を撃破することができます。そして第2段階は中央下からまあ、敵の本体が現れるので出待ちしておいて、ここ出られるとめんどくさいんですけども切り切れますね。まあ、コツとしては滑空をすると上へ浮き上がってしまって攻撃が当てにくい。しかも滑空時の攻撃は上にノックバックが大きいので連続攻撃できないので、滑空を行わずに攻撃するのがポイントとなっております。で今
ゴーレムとの会話では誤解によって喧嘩をしてしまって戦ったんですけど、それを誤解だったっていうのを解消して和解してそのメッセンジャーの死者を助けて上昇気流を起こしてあげたんですけど、ゴーレムを失った悲しみにあの表情ですね。全然気にしておられるの本当だぞみたいなこと言いますよ。そうですね。全然気にしてるじゃんっていう。次がトゲキノコの沼ですね。でここは結構不気味なステージなんですけど、このランタンとかこの足場の絵にいる顔とかが BGM に合わせて歌うところがあってですね、それが結構可愛くて、そんなに憎めないというか嫌いになりきれないステージですね。この次ですね、大きい振り子のギミックがあるんですけれども、その次に登場する骨の鳥を右側へ誘導してセルポイントを無視して進むタイム短縮テクニックがありますね。ここですね、このように右側誘導して、まあ、この敵の弾を待たずに右へ進んでいくことができます。ただしセーブポイントは無視しているので、まあ、若干の攻めルートではありますかね。ここジャンプした瞬間に手裏剣を投げて扉を開けるギミックを作動させます。そろそろポータルの右に手みたいなオブジェクトが出るところがあるんですけど、見えますかね。あれがこのステージにもともといた原始の呪いっていう巨大な怪物だったらしいんですけど、それを死者が、まあ、別の死者が倒してあそこに放置したんですけども、その死者はその原始の呪いが死に際に放った呪いによって呪われてしまって、でその呪いによって人をずっとキノコに変え続けているという設定がありますね。でその死者が、呪われた死者がこのステージのボスになります。なのでこのずっといるキノコたちはみんなもともと人間だったということになりますね。結構むごいというか、知っちゃうと簡単に切れなくなりそうな感じになってます。回転するトゲみたいなオブジェクトは実はトゲではないので1ダメージなので安心です。やっぱ飛んでくる1マスのハネムシがまたうざいんですよね。でここのボスは結構パターンが組まれているボスですね。開幕右へ歩いていき、空中で右へ攻撃、左へ攻撃、そして右側へ移動した場合は空中で切って、左側へ移動した場合は手裏剣で落としてこのように追撃を行う、そしてジャンプして上への追撃を行い、手裏剣で落として攻撃、この相手の反撃に関しては食らい受けしながら無敵時間を利用し攻撃します。今回若干そうですね、コメント欄でもあるんですけど、このパターン化で行動を制限してできれば出口側に回っておいて手裏剣で止めするのが最速だったんですけれども、今回はちょっと運が悪かったですね。そうですね。今一瞬緑色のなんか小さい単眼のが出てきたと思うんですけど、あれは強欲の悪魔という種族で、今回全然見えないと思うんですけど、死んだ時に毎回コンティニュー要素としてこれ話しますか。ああ先にどうぞ。いいですか。コンティニュー要素としてクワブルという強欲の悪魔が出てくるんですけど、それの仲間ですね。そして今立ち寄ったショップで最後のアップグレードと最後の強化アイテムを出ました。これがロープダート、日本語では上氷という名前なんですけれども、上氷を手に入れて今こうやって途中でやってると思うんですけど、壁に向かってこのフックのように移動できるようになりました。これによって高速移動が可能になります。この先できる限りできる場所では全てロープダートで移動するので、 RTA 的にはロープダートエブリシングとか言われていて、まあ、できる限り全てのものにロープダートを使っていこうという
感じになります。1マスあれば引っ掛けられるんだね。そうですね、1マスあれば引っ掛けられるんですけど、壁張り付き状態からリングに移動してもリングを通り越すようには移動せずにリングの手前で止まってしまうので、空中状態で使う必要があります。で、このまあ言ったんですけども、このマップの繊維が繋がっている部分ではサポカットできる部分ではサポカットしていったりもしています。先ほど最後のアップグレードだと言いますが、それが HP 上限プラス1されるアップグレードと、敵を倒すと時々回復1回復アイテムを落とすようになるというアップグレードを取りました。上昇無敵時間がかなり今さらっと言いましたけど、ブルーカッパ本体で、を攻撃しながらダンプすることによってクラウドステップを得ながら相手が投擲物を投げた直後に倒しているので、投擲物にも攻撃をしてクラウドステップを2回やるという結構難しい技をやってみましたね。そして、ボス戦のコロス&サセス戦ですね。この緑色の方は正面からのダメージが、赤色の方は後方からのダメージが効くので、それを意識しながら攻撃します。で、ロープダート攻撃攻撃、ロープダート攻撃攻撃、ロープダート攻撃攻撃という対入力をしていくことによって、まあ、最速の DPS が出ますので、それを利用していきます。ロープダートを当たってからのくるっと回転するモーションの間は無敵時間が発生しているので、相手の攻撃を正面から受け止めながら攻撃することもできますが、若干体力が怪しいですが、どうでしょう、いけるでしょうか。決めましたね。いけました、よかった。今回割と乱数はそこまで悪くはなかったですね。あの緑色の左折側がこの画面を駆け回る回転する攻撃はかなり攻撃しづらいので、時間がかかってしまう攻撃です、ね、あれをできる限り引きたくはないです。クロス左折点はたまたま人間を見つけたので手合わせしようっていう感じでやって、強いなお前っていう感じで感銘を受けて、そのまま助けてもらって、でここも最初の目的の氷河山に飛ばしてもらいましたね。私はこのマップの音楽結構好きですね。あ、そうなんですか。一番ではないですか。一番は私はどこでしょうか。雲の遺跡の音楽が一番好きかもしれません。このマップはこの地面がツルツルで滑ってしまうのと、あとジャンプ台のギミックが新しく登場しています。そしてあの1マスでもあればあのロープダートが使えるという話がありましたが、それも対応していますね。1マスだと壁に這いつくことがないのですぐに落ちることができて、それも便利なところです。そうですね、わざとらしく置いてあるところとかもありますからね。使ってくれと言わんばかりに気づかないと使えないんですけど、スララにもロープダートがかかるのでスララにもロープダートしていきます。またヤリ兵ですね。まあ、ヤリ兵はロープダート上標を手に入れちゃえばすぐもうただの移動要素として使えちゃうので、体力3ありますね、あの槍兵は。ここの次のマップですね。あ、次ではなかったです。ここですね。ここの次のマップでは下右から3番目の足場で下に降りてロープダートを2回やることによって、この今のマップのように左右に長いマップではこの画面のスクロールが行われるんですけれども、その画面のスクロールとともにマップダートを当てることによって位置情報が保持されたままスクロールが行われることによって、まあ、左側へワープできるという RT テクニックがあります。でも山頂に届いたので三賢者に巻物を届けて、で掲げろと言われるので掲げると謎のパワーが引き放たれまして、空が揺れて何やら何か大成功したようで、建物がここ出現しますね。これは時の塔といって、この死者としての最後の試練を受けることにここでなります。消えていくという謎の技術で。Thank you.
マップから上の移動する以下に合わせて移動しますが、この次のマップですね、壁越しに赤いクリスタルに攻撃することによってタイム短縮を行っています。このマップでは新しく2つのギミックが登場しまして、この赤いクリスタルは扉を開けるギミック、青いクリスタルは攻撃するとなんかワープするギミックになっています。おお、攻めますね。ああ、死んでしまいました。クワブルが。これレーザーは結構4ダメージで痛いんですよね。最初。死んでしまったので、リロードしてますね。ああ、リロードか。なんでリロードしたか分かってないんですけど、なんでいいですかね。なんで、あのクワブルの会話がようっていうのがあるので、それ飛ばしたかったのか。ああ、そうかもしれないですね。そこも、教えない。もう、沼でも超えているので、沼までの間に死んでいると、そのボス戦の後にも会話があったりして、さらにタイムロスが発生するんですけど。まあ多分リセットした方が早いってことでしょうね。そうですね。もうこれ以降、はい、ショップによることはないので、この一度死んでしまうとしばらくの間時のかけらを没収されてしまうんですけれども、そちらに関しては問題はないです。もうアップグレードは購入しないので、まあ一発勝負ですから。ちなみにこのマップ、レーザーが3ダメージで、この赤いトゲは1ダメージなので、ちょっと今までと感覚が違いますね。結構痛いです。ちょっと、このマップでは、この暗い抜けをするシーンが多用されるんですけど、例えばここの上りとかでも、レーザーで暗い抜けしたいんですけれども、今、体力が3しかないので、暗い抜けができないので、ちゃんと右側の足場を待たないといけない。上りを抜けたいですよね、本当は。できる限り、そうですね。できる限り、をセーブしない、いいですね。体力多く保っていった方がタイムが短縮されるマップでもあります。ここで体力回復が確実に出ますので、まあ、ここまで行けば安心といったところですかね。時の塔では、この背景にちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、銅像とかがあって、その銅像は過去の、今あったようなやつは、過去の死者が、堂々となって背景に紛れ込んでいたり、あとここの時の塔の試練に耐えられずに死んでしまった死者の死体が所々にあったりします。でそういうのを探すのも楽しいですよ。ここでも目玉の敵に当たりながら暗い抜けをしますね。レーザーに当たると3ダメージですけれども、目玉の敵に当たっても1ダメージしか食らわないので、レーザーで暗い抜けできないときは敵に当たって暗い抜けをしていきます。ここ、右、上段右から2番目の部屋で壁越しに青いクリスタルが攻撃することによって若干タイム短縮ができます。ここですね。ここ難しい。ここもボス前です。ちなみに、このマップ壁抜けができるカテゴリーではほとんどのギミックを壁抜けで作ります。そしてボス戦アルケインゴーレムです。このボス戦は見た目以上に難しいボスですが、 RT ではかなり簡単に攻略しているかのように見えます。左のコーンに乗ってジャンプして顔にロープダートして、残りはロープダートで、ひたすらロープアウトしながら攻撃しているように見えるので、まあ、まずは見てください。この相手の手のひらを合わせて衝撃波を出すモーションで吹き飛ばされてしまうので、その吹き飛ばされた直後にすぐにロープアウトに戻ってこれると、だいぶタイム短縮感のことを攻めます。今、弾が発射されていますが、ロープダートで相手に向き合った直後の回転時には無敵時間が発生しているので、弾の攻撃は無視することができます。実際の操作としては、ロープダート攻撃、ロープダート攻撃、攻撃という入力をしながら、まあ、攻撃 1.5 回分ぐらいのリズムで、右方向を一定入力して、アンケートしています。保護試験を最後突破して、
まあ、これが一番最後ですね。飛び込めって言われたので、勇気の試験のために飛び込むと、これタイムトラベルが起きて、まあ、分身しながら、時間軸がずれまして、でここから16ビットの世界になりますね。衣装も変わって、で、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、グラも変わって綺麗になってます。はい。分かりますかね？この細かさ。まあ、16ビットと8ビットを同時に味わえるゲームはザ・メッセンジャーだけですよ。でここから雲の遺跡発見で8ビットのカテゴリーはタイムで計測しています。で雲の遺跡このステージなんですけど、もともとは天空の巨人が住んでいたところだったんですけど、今は廃墟になっている、魔物によって滅ぼされて廃墟になっているっていう場所らしいです。ここも暗い抜きを多用するステージではあるので、トゲに当たらずに敵の攻撃に当たって、もしくはトゲに当たっても体力に余裕があれば暗い抜きをしていってタイム短縮をしていきますね。結構空中でのアクションが求められるので、初見だとまたここでかなり死ぬことになりますね。ここも体力が3になってしまったので、時計での暗い抜きができなくなってしまいました。ここからドラゴン、あドラゴンに言われるんですけども、これがまた、まあ、RTA だったらそうでもないかもしれないですけど、このスクロールのタイミングと先を読みながら進んでいくのが難しいですよね。もうマップは完全に覚えていて、完全に右のスクロールの先に進んでますけどね。覚えちゃってますけどね。もうスクロールを先取りして、さすがというか、なんていうか、ここ結構シビアで挟まれたりすることが多いので、ちょっと怖かったですけど大丈夫でした。ここ攻めるんですよね。ここ1回殴った後に左側に戻ることによって、このせり出す床の周期をコントロールして最速で抜けています。結構いい感じになってきましたね。ちょっと教えてきましたね。ここで先ほど行っていた左右に広いスクロールしているマップなので、ワープが起きます。このように。これは、ロープダートのタイミングさえしっかりしていれば、いつでも起きるので、まあ、結構普通にプレイしても起きた方はいるんじゃないでしょうか。そうでしょうかね。ここもでも起きます、ね。今のが最後のワープポイントですね。そうですね、映像の乱れに見えます。またドラゴンに追われます。2回目ですね。そんなに前よりは足場がちょっと浮いてるというか、上下移動が激しくなりますかね。この空中の状況とか、先に言っちゃうと、このステージのボスはこのドラゴンと対決することになります。3回目の対戦で。ちょっと言ってなかったですけど、このゲーム、落下死と足と あとこのドラゴンに追いつかれてしまうと即死です。はい、だからこの空中戦が求められるところは即死が増えちゃうということです。ちょっとここのボス戦、ちょっと説明することが多いので先に言ってしまうんですけれども、ここのボス戦はこの開幕所定の動作ではめることができれば最速で終わることができます。これが結構難しくて、所定の位置で所定の動作をすることによって、まあ相手がはまるんですけれども、その様子からボールフレッドって呼ばれている技ですね。まあそれが失敗してもリカバリーとしてマンフレッドジャグリングという技もあるので、まあどちらかが見えるということで、ちょっとボールの方むごいくてあんまり好きじゃないんですけどね。ちょっとびっくりしました、初めて見たとき。グロ強いかもしれないです。これ決まると嬉しいんですけどね。どうでしょうか。この下の雲の床、長い雲の床の4つ連続して小さい床のこの位置に立って手裏剣を2発投げ入り、
即座にジャンプして、ああ失敗してしまいました。あ、やり直しますね。こだわりますね。これ失敗した場合はこの左右からの突進攻撃に合わせてうまく攻撃が出続けることによってはめることもできるんですけれども、フックでのはめをやりきるみたいですね。縦の位置に立ち、ジャンプ、シリケン2発、ジャンプ、フック攻撃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 ということをやることによって、このように丸まって丸まり続けるというはめができます。あ、はめから抜けるのは本当に珍しいですね。初めて見ましたね、むしろ。さすがにやり直ししないですね。そうですね、もうかなりダメージが入っているので、この左右の突進攻撃では、攻撃するとこのノックバックのように上下に動くので、それらを正しい位置で誘導すれば左右の突進攻撃のワンモーションでかなりダメージを与えることができるということでできますね。まあもうこれここまでくればクリア可能ですね。まあ普段見れない普通の攻撃モーションが見れたので、まあいいような悪いようなって感じですかね。でここで倒したことによって、このマンフレッド、ドラゴンにかかってた呪いが解けて懐かれますね。でどっか飛んでっちゃいますけど、でここでまた槍兵が出てくるんですけど、槍兵は実は悪魔王の手下だったバラマセンスだということが分かり、でここで巻物が奪えないのだったら、巻物を奪うために冥界に落とされますね。まあ、天空から一気に冥界まで落ちて生きてっていうのはちょっとよくわからないんですけど、まあ死者なので無敵ということですかね。まあかっこいきますからね。はい。このマップ道中は個人的な感覚なんですけど、今までのステージより若干 RT 的に見ると簡単で、まあしかもそこまで長くないので、まあ、道中に関しては今までもちょっと若干の RT 的難易度は低いのかなと思います。ただしマグマは即死なので、マグマには注意する必要があります。RT の操作的な話をすると、先ほどから基礎動作として行っているんですけれども、この何度でも殴れるオブジェクトに対して殴った後に滑空状態で殴るという動作、結構簡単にやっているように見えますが、滑空状態にはその運動の術、クラウドステップの状態を保持している場合には滑空状態になれずにもう一度ジャンプしてしまうので、自分がクラウドステップを持っているか持っていないかを適切に見極めて滑空状態になるときとならないときを見極める必要があるので、特に三段ジャンプみたいな動きをしているときは難易度が高くなっています。ここは下からマグマが上がってくるギミックがあるんですけれども、 RTA なのでマグマの魔の字も見えないですね。そうですね、あの穴から悪魔が顔を出しているところも結構やりにくいというか、抜けてるか出てるかのタイミングが取りづらいんですけど、全然抜けてきますね。そしてボス戦です。このボス撃破した瞬間がタイマーストップですね。バラマセーゼル戦です。このロープダートの無敵時間を使って切り続けます。敵の突進攻撃もこの合わせますが、この攻撃では相手を左上もしくは右上に誘導してジャンプ攻撃をすることによって、このように壁に入っていっている間も攻撃し続けることができます。体力が1まで減らされましたが、うまくやれば体力を2つも失わずに攻撃することも可能ですね。決めましたね、タイマーストップです。ブロック1回でいきましたね。グッドゲームです。はい、グッドゲーム GG です。でこれ倒せないのだったら破壊してやるって言って冥界ごと爆破しますね。でそこで落ちて死んじゃうかなって思うんですけど、ここにさっき助けたマンフレッドが助けに来てくれて、でついでにこのドラゴン喋れたらしく、普
通にマンフレッツだよっていう風に名乗ってきて地上まで運んでくれますね。ここも結構曲が爽快感があって、でここ未来の世界に来てたんですけども、ここが今忍者の村の未来の世界、まあ、数百年後か数十年かわからないですけど、でそれをまた一番最初に自分たちが西の英雄に助けてもらったか時のように自分がこの忍者の村にいる人を助けまして、でも君を渡せばいいのかなっていう感じでまたしてもらったことを自分がまたするんですねっていう、単なるループものかなと思ったらまたこれは違うんですけど、今日はそれは見れません。そうです、ここまででまだこのゲーム半分でしたね。はい、半分いってないくらいですかね。そうですね、後半の、ここからメトロイドバニアのゲームになるんですけれども、メトロイドバニアの部分が結構ボリュームが大きいので、実は半分いってないぐらいですね。なかなかボリューミーですね。ここから今までの8ビットの世界と16ビットの世界を行き来しながらマップを探索していくという。そう、ある地点に入ると8ビット、そこにもう一回入ると16ビットっていうその切り替え地点が出現するようになって、でそれを駆使してステージの形状も変わったりしながらそういうところを攻略していくっていうのが始まるんですけど、まあ、それもちょっと探索突然始まっちゃって探索したくないよって人はちょっと微妙になっちゃうんですけど、まあ、そこも良し悪しですかね。まあ、これ息できるというのが音楽とかも変わったりグラフィックも変わったりというかなりゲーム的にも面白くなっているのでぜひやってみてほしいですね。アクションは結構こうやって簡単にされると難しさがあんまりわからないとは思うんですけど、このポーションが結構ドロップしたり、あとチェックポイントも頻繁にあるので、で最初の1周目だったら何回死んでも時のかけらは実質減らないので、アクションそんなに得意じゃないなって思っても結構簡単に、まあ、頑張れば根性と時間さえあればクリアできると思うので、よろしくお願いします。はい、以上、はい、ザ・メッセンジャーでした。なかなかとても面白いそうなタイトルでしたね。解説の、テリヤキチキンさんとサーカスさん、ありがとうございました。はい、これセールとかまた言いますか？もう一回セール言ってきますか？あ、そうですね。宣伝していただいて。はい、今このザ・メッセンジャー、今ならSteamで 50% 引きの1025円、サウンドトラックとのセットだと 60% オフで1526円で買うことができます。11日までなので今ここで気になった方はもう買ってみてください。はい、RTA しなくてもしてもどっちでもいいのでよろしくお願いします。そして、はい、サボタージュスタジオの新作のシー・オブ・スターズもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どっちも買いましょう。はい、買いましょう。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。続いてのゲーム、あ、すいません、続いてのゲームのタイトルの準備がありますので、私も一旦失礼いたします。I'm so glad to spend this week with GDQ and let's end cancer. And you know what? I think I'm going to call it a day there. This has been my final hosting shift of Awesome Games Done Quick 2021. Thank you for letting me be here. Thank you everyone out there watching and donating for making this awesome event possible and making this one of the things that I have the great honor to participate in. Every time that I get the chance to be here on this hosting desk with you, thank you so much. We are going to be taking a quick break, but when we get back, you are going to be in the capable hands of my good friend Marforia. They will be taking over the hosting duties as we get into the upcoming Beat Saber run. Until next time, y'all, I will see you in the future. Don't go anywhere. We will be right back.